電流の大きさを求める問題。電池にこうつながれてる豆電球の、まあ、1個だけの時の、電流の大きさ1とした時に、まあ、全体のその電流の大きさってどのくらいなんだろうと。皆様、なんか直列っぽく見えるけれども、ここは並列になってるんですよ。で、こういう場合、まず、ここから回します。ここから回します。あ、ここの部分、ここからここまでの部分を書いていくと、11のこの抵抗から、これは、並列なので縦にこう合わせることができる。1、2っていうふうにこうなる。で、この2つが直列だよね。で、この2つ直列だけれども、縦の長さが合ってない。縦を合わせなきゃいけないことを考えたら、これを1、1だったら2倍したら、2、2になる。2、2になったら、この2とこの2は揃うので、結局、この2足す1で3になる。なんで、合わせたら、2の横が3になる。ということで、抵抗が2分の3だから、電流は3分の2っていうふうになる。で、この3分の2っていうのは、こっちに3分の2って流れます。で、ここまで3分の2って流れます。で、ここから枝分かれします。で、枝分かれしたら川の流れみたいな感じで、その水の量が、まあ、同じ抵抗だから半々に分かれる。半々に分かれるから、こっちに行くのが3分の1、こっちに行くのが3分の1、こんな感じなんだね。なので、こうやっていて、ここまでは3分の2。で、両脇のこう行くのが3分の1。で、合わさって3分の2ってなってます。Today, I wanna be the light to reach where you're gonna be, wherever you stay. You may feel like being alone, but I can be the one you really know now, the world is yours.